ベー・ルートはアメリカのバンド。もともとはサンタフェ出身のザカリー・フランシス・コンドンによるソロの音楽プロジェクトとして出発し、後にバンドの形になった。2009年5月ニューヨークでのバンドの初公演は彼らの初のアルバムグーラング・オルケスタルの発表を支えるために行われた。ベー・ルートの音楽はインディーロックやワールドミュージックの要素を結びつけたものとなっている。 ザック・コンドンは1986年2月13日にニューメキシコ州のアルバカーキに生まれた。彼はバージニア州ニューポートニューズとサンタフェで幼少期を過ごした。コンドンは10代の頃にはジャズバンドでトランペットを演奏していた。彼は自分に主要な影響を与えた音楽としてジャズを位置づけている。コンドンはサンタフェ高等学校の生徒であったが歳の 時に中退した。デイビッド大による NPR での2011年のインタビューによると、サンタフェで育ったコンドンは、マリアッチのようなメキシコ音楽に接していた。彼は、また、様々な国の映画を上映する映画館で働いており、そこで、フェデリコ・フェリーニの作品やシチリア島の創ソー,ソーブラス、バンド音楽への関心を高めた。バルカン音楽に、 彼が初めて触れたのもここでの経験を通じてだった。彼は後にコミュニティカレッジに入学したが、ごく短期間しか所属せず、17歳の時にアニー・ライアンと共にヨーロッパ旅行に立った。コンドンがこの旅で発見したものと、その後の彼のワールドミュージックの探求は、ベイルートの美しい旋律の発展に役立つことになる。ザックの音楽は、弟のロスコンドンにも影響を与えている。 ロスはブルック人に拠点を置くバンドのトータルスラッカーで演奏している。ヨーロッパから帰国したコンドンはニューメキシコ大学に入学し、ポルトガル語と写真を専攻した。コンドンはグーラングオルケスタルに使用された音源の大半を自分の寝室で自ら録音した。アルバムの完成にあたっては、ジェレミー・バーンズジェレミー・バーンズとヘザートロストヘザートロストの助けを借りて、 スタジオに入った。彼らは初期のベイルートへの貢献者となった。録音にあたってコンドンはベイルートの名でバダビング。レコーズと契約を結びグーラングオルケスタルを2006年5月に発表した。コンドンはニューヨークでの初公演で演奏をするために何人かの友人に声をかけた。これがベイルートの誕生につながった。ベイルート初の公式の音楽映像は エレファントガンである。二つ目のイタリアからのハガキの映像はアルマハレル監督によるものでしばらく経ってから発表された。2007年にはバンド編成での初作品であるロングアイランド EP が発表された。また素晴らしき眺望の世界はテレビ番組のウィーズで登場人物のシェーンが 潜在的な統合失調症であることが明らかにされた回で挿入曲として使われたほか、トヨタ自動車の企業 CM、Meet においてもアレンジが違うバージョンが使用されている。ベイルートの2枚目のアルバム、The Flying Club Cup は、アルバカー,ーキにある間に合わせのスタジオで主に録音され、ケベックにあるアーケードファイアのスタジオで完成された。このアルバムの音楽は、録音当時に、 コンドンがフランスのシャンソンに関心を寄せていたことからフランスの影響を反映したものとなっている。コンドンはジャック・ブレル、セルジュ・ゲンスブール、イブ・モンタンなどフランス語圏の歌手から影響を受けたと語っている。彼はまたフランス映画をはじめとする文化へも関心を寄せていた。彼のヨーロッパ旅行のそもそもの理由はこれらに触れることであったとしている。ザ・フライング・クラブ・カップは 2007年10月に公式に発表された。2007年9月に彼らはヴィンセント・ムーンによるテイクアウェイショーでアクースティック楽器演奏の撮影を行った。さらに DVD、安物の魔法在中が撮影されたがすぐに完売してしまった。そのため2010年12月にベールとバダビング、プロゴテイクの3社はデジタル版の配信とダウンロードを認めた。 ベイルートは2008年4月3日に予告していた夏のヨーロッパツアーを中止した。バンドはすでにツアーを開始しており、米国での工程を終えていた。しかし、コンドンによれば、ヨーロッパに入る前にそれまでの2ヶ月間のツアーのために疲弊しきっていたのだった。ザック・コンドンは、ベイルートの公式ウェブサイト上でツアーの中止について説明し、すべての公演を 人としてできる限り良いものにしたかったと述べている。2009年1月には、サポテクのマーチ、ホランド EP の2枚組 EP が発表された。これには、コンドンのオアンハカへの直近の旅行に基づいたベールート、公式作品と、リアルピープル名義の電子音楽作品が収録された。2009年2月6日にベールートは、米国のテレビ番組、デイビッド・レターマンのレートショーで、 日曜の微笑みを演奏し、テレビ初出演を果たした。2011年6月初め米国ツアー中のベイルートは、前年冬にニューヨーク北部で録音された新アルバム、シオシオョ章を8月30日に発表予定との告知を出した。バンドは同時に、アルバムからのシングル版、イースト・ハーレムを発表した。シングル版の B 面は、ゴーシェンであった。新しいアルバムは、 コンドンの自主レーベルであるポンペイレコーズの名義で録音、管理、発表されている。これまでの一連のアルバムではメキシコ、フランス、バルカンなど外国の音楽の影響が色濃かったのに対してそれらと一線を隠すポップ志向のベールートらしい音が今回のアルバムに現れているというのが批評家や他の音楽家たちの評価である。出てきたのはベールートの独自のスタイルだが それは、実は彼らが当初から持ち合わせていたものであったと評された。ある批評価は、ヨーロッパの影響は今でもあるが、アルバムの根底にある精神は昔風のアメリカンポップだと述べている。このアルバムでは、個々の楽器のトラックを個別に録音するのではなく、バンドが一緒に演奏して録音した点でも、ベールートの以前のアルバムとは異なった。ただし、今度の歌だけは、 演奏がすべて録音された後に追加録音されている。コンドンはロータリー式バルブが備えられたフリューゲルホルンとウクレレを主な楽器として演奏している。ウクレレは冗談でステージ上の小道具として購入したが、その音色が気に入ったのだった。また手首を怪我してギターが弾けない時でもウクレレなら弾けるところも彼には良かった。コンドンはまたトランペット、ユーホニウム、 マンドリン、アコーディオン、様々な鍵盤楽器などを演奏する。また、ザ・フライング・クラブ・カップでは、手を加えた巻き貝の殻も吹いた。通常は、ベールートの公演は次のメンバーで行われる。過去のメンバーとしては次のような人々がいた。ベールートに参加したメンバーの大半は、公演だけでなく、録音にも参加している。リアルピープルは、ザック・コンドンによる、 電子音楽のサイドプロジェクトである。コンドンが作った最初のアルバム、原料の喜びや、ホランド EP は、この名前で制作されている。コンドンが15歳の時に制作した、原料の喜びは、公式に発表されたことはないが、インターネット上に流出した。コンドンはまた、1971と称して、つまらない、アメリカのコウモリたちという EP を発表した。これは、 彼が友人のアレックス・ガズヤーノと共に録音したもので、ガズヤーノはギターとボーカルを担当している。この時、二人は16歳であった。ガズヤーノはニューメキシコ州サンタフェ発のもう一つのバンド、キットクラッシュの創設メンバーとなった。ソフトランディングは、ベイルートのメンバーであるポール・コリンズとペリン・クルーティエ、およびマイクローレスによって始められたプロジェクトである。 彼らのバンド名を冠した初アルバムは2010年10月12日にまだビングレコーズから発表された。このレコードはベイルートのポップバンあるいはフリークフォークなどと評されダンスビートを強調したエネルギーに満ちた音楽を聴かせる。ポンペイレコーズはザック・コンドンが2011年に設立したレコードレーベルである。 バンドと彼自身によって自分たちの音楽を完全に管理するために設立したものであった。このレーベルが発表した最初のレコードはバンドの3枚目のアルバム、シオショーと先行シングルイースト・ハーレムであった。コンドンは、ア・ホークは、ハックソーのアルバム、タカとユミノコとフンハンがあるアンサンブルで、マンドリン、トランペット、ウクレレを演奏している。 アラスカ・イン・ウィンターのアルバム、バルカン半島ダンスパーティーでは、トランペットとウクレレを演奏した。また、ゲット・ヒム・イート・ヒムのアルバム、腕を下ろせでは、ニニの演奏に参加している。コンドンは、同じくサンタフェ出身のピクチャープレーンの、低すぎると見つけたり RMX で客演した。また、グリズリーベアの EP、友人に収録された最初と最後の曲にも、登場している。 コンドンはザニューポルのグラファーズの5枚目のアルバム一緒ににも登場している。ロックグループのブロンディの2011年のアルバム女の子のパニックでは日曜の微笑みのスカ風のカバーが収録されており、その中でコンドンはトランペットを吹いている。また彼はルブルでも演奏している。ベネフィットアルバムレッド・ホット・リオ2ではベイルートはブラジルの作曲家。 歌手カエターノベローゾによるポルトガル語の曲オー・レイ・ウジーニのカバーをしている。コンドンはインディーロッカーのシャロン・バンエテンの2012年のアルバム放浪者の中の私たちは大丈夫でも歌っている。レッドホット・オーガナイゼーションによる2011年の最新のチャリティー目的のアルバムレッドホット・リオニンにはカエターノベローゾのオー・レイ・ウジーニのカバーでベルートは参加した。 このアルバムは1996年のレッドホットリオの続編である。売り上げからの収入はエイズ、HIV 及び関連する健康問題や社会問題と辿うために必要な意識の向上と資金調達のために寄付されることになっている。ありがとうございます。